おいおい、ちょっと待て。もう、何ですか？露骨に嫌そうな顔をするなよ。だって、脱げとかすぐ言うんですもの。お、その手があったか。いやー！ヒョウ柄履いてるか？履いてません。そいつは残念だ。相馬さん、私を見ると条件反射でエッチなこと言ってませんか？俺はパフロフの犬か。ファックスか電話でと思っていましたけど、ちょうどご本人が目の前にいらっしゃるから。続報かい？少し残念な通達です。アイドラーが降りたんだろう？え？どうしてご存知なんですか？ロンドン本部にまで情報開示を迫っているのは、逆を言えば捜査中止のプレッシャーだろうからな。そうです、中止を勧告してきました。だが一つ依頼を追加されたんじゃないか？なんでわかるんですか？お前な、俺を単なるスケベ野郎と思ってないか？最近の相馬さん見てると違うって実感湧きません。えらい言われようだな。おっしゃる通りです。日本政府の猿公的機関はアイドラーへ一つの依頼をしてきました。情報をよこせ、金は払う、だろ？なんでわかるんですか？なるほど、どうやらアイドラーはそいつらのテリトリーを犯しちまったようだな。安心しな、アイドラーは降りても俺は降りない。泣くほどのことじゃない。ありがとう。私ダメだと思ってました。対面はアイドラーという鎖に縛られてるが、心は矢にある。受けた仕事は最後までやり通す。素敵です。そうだわ相馬さん。どうした？俺のフェロモンに当てられてキュンときちゃったか？違います。相馬さん、警察が何か妙な動きをしてるみたいだから十分に気をつけてください。妙な動き？誰かを捜索してるみたいで。わかった、あとは俺が何とかする。はい、よろしくお願いします。そうは言ってみたものの、俺が関わると悪い方へ悪い方へ案件が転がっていくぜ。アゲオちゃん、いらっしゃい。そういえば、いいネタ仕込んだわよ。情報 J だからね。安い情報だけど、買う価値はあるからね。
ミントがいる。この公園にいたのか。海を見ているぜ。じっと海を見ている。探したぜ。アニオ様、何も見えません。俺を心配させた罰だ。申し訳ございません。よくここがお分かりになりましたね。海を見たいって言っていたろ。何か嫌なことでもあったのか。ロリコン親父に何かされたとか。ロリコンとは。あ、検索しなくていい。違うならいいんだ。ただなぜ急に出て行ったりした。わかりません。わからないわけ。気づいたらここへ来ていました。大変お騒がせいたしました。深く陳謝いたします。考えてみたら俺はミントのことを何も知らないんだ。なぜ海なんて見ていたんだ。もしかすると私の記憶に理由があるのかもしれません。記憶？私の頭に入っている有機バイオチップは被験者の脳細胞を移植したものだそうです。もしかするとその記憶が断片的に残っているためかもしれませんが。誰かの記憶か。待てよ。ということはミントにインプットされてる情報ってのは誰かが知っていたことか。脳細胞を移植された人間が生きているはずはない。ということは死んだ人間の記憶。自分を押さえつけようとする意志が働くと、それに反発する意志がことのほか強く感じます。押さえつける？何もせずにじっと佇むことが難しいのです。で、出て行ってしまうってわけか。おそらくは。そいつを解消するにはどうすればいい？押さえつけずに心の欲求通りにやれば良いのだと思います。そうすればフラフラと外を出歩くこともなくなるのか。そう思います。オリジナル脳の性癖か何かか。この少女にはまだまだ謎が多いようだ。その心の欲求って何のことだ。お父様がプログラムしたことだと思います。あるいは生前の何者かの記憶。はい。ミツルニか。俺に厄介ごとを押し付けた張本人だ。どこで隠れてるやら。情けないやつ。大体あの野郎が君を幽閉していたのだって。何を。お父様を悪く言わないでください。平手打ち。はたかれたぜ。この機械人形に感情があるっていうのかよ。お父様は私をこの世に生み出してくださった方です。その方の悪口を私の前でおっしゃらないでください。それに。それに。お父様は私の唯一の希望ですから。希望？その、すまなかった。いえ、きっと
と分かってくださると思っていました。ご無礼お許しください。やっぱり変なやつ。いずれにせよ、心の欲求ってのに従えば君はフラフラと出歩かないんだな。そう思います。分かった、君の好きにするがいい。ただし今後は俺に黙って外は出歩かないでほしい。はい、ご迷惑をおかけしました。このまま事務所へ戻ります。一人で大丈夫か？はい、ここまで来られましたからご安心ください。寄り道をせずに戻ります。ミントにインプットされてる情報は誰かの記憶、しかももうこの世にいない人間の記憶か。街を歩いてたらすぐにわかるだろう。そんなの見つけるなんて、私は捜査一課の鬼刑事だというのに。俺には全く気づかず行ってしまったようだ。西船橋のやつ、今度は何を追っているんだ？